皆さんこんにちは、横山ペイロでおます。今回僕がやってきたのはコテング岳というところにやってきました。でちょっと体力つけるためにテーザーの重装とかの企画を挟んで企画なんですけれども、とりあえず登っていきたいと思います。熊鈴忘れてね、今ここ登山口までちょっと駐車場から遠いんですけれども、2往復しまして、めちゃくちゃもうこの地で汗だくです。で、気温がもう31度で今日めちゃくちゃ暑いんで、もうこの仮面かぶってるだけでももう汗だくな状態なので、ちゃちゃっと行ってね、ちゃちゃっと行けるかどうかわかんないですけども、練習の成果をね、試してみたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。早速登り始めたいと思うんですけれども、クマ出没注意、まあこれね、北海道のね山だったら多分どこにでもあるんでしょうね、きっと。まあクマが普通に生活してるエリアですからね。ちなみにですね、ここの登山道ですね、ダムの横に登山道が併設されてるんで、午後の5時までにね降りてこなかったらね、車出れないことになるっぽいです。14時以降の登山禁止、往復2時間30分。これまでに降りてこなかったら鍵閉めちゃうよってことですね。コテング岳登山口書いてますね。まあ概ね片道90分っていうことなので、まあでも俺の体力だったら多分100分ぐらい行くんだろうな、きっと。だから1時間強ですね。で標高765メートル。はい、じゃあ頑張っていきましょう。ザ森の中ですね、最初は。なんか林道を越えるって書いてあったんで、ちょっとマジで熱中症には気をつけよう。ちょっと歩いたら結構の坂ですね。さあ練習の成果をね、おお橋の下だ。この坂きつかった。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと息通ってきた。うわ、ここ崩れてんじゃん。あ、そうだ、オープニングで言わせましたけど、今日お得飯期待してください。山頂でねちょっとした山クッキングも楽しみたいなと思ってます。登れれば。あ、こうなってるのね。あ、でもちょい休憩。すごい、一番最初の坂に全部持ってかれた。お、橋よりも高く来ました。あのね、ダムの上が道で通れるようになってるんですよ。小樽市に続く道ですね。
上まで行ったらね、あのダム湖で札幌湖っていうのがあるんですけど、それも綺麗に見えるはずなんで楽しみにしましょう。ここしゃがんでくぐり抜けないと。よいしょ。僕は身長183あるんで膝つかないと僕は無理でした。ダメだ、ちょっと息整える。最初の坂でやられた。朝一だからかな、すげえ体力戻らない。暑いから、ちょっと待って、ここで息しっかり整えるわ。うお、マジで苦しい。体力回復しねえ。こういう感じか。ちょっと使えるものは使わせてもらいます。マジで余裕がない。あ、すいません、すいません。坂がやばい、マジで本当に。ちょっと休憩だ。明らかに今までの山と違う。またここでロープか。今足上がんなかった。マジか、マジか。これが山です。
リスナーさんからメールもらったんですよ。内容がなんで山に登ろうと思ったんですかっていう。7年間ね、番組のディレクターやってたんですよ。その番組がね、コロナでぶっ飛んだんですよ。7年間もう本当に仕事だけの生活っていうかね、なんかもうそれが全てだったんですよね。自分が出したさ企画が採用されて、ほぼ毎日いろんな地方に出張行って、企画立てて、台本書いて、撮影して、編集してやってたんですよ。なんかね、疲れちゃったなと思って。で、番組離れて今 CM とか作ってて、まあ番組よりは時間あるんで、いろいろ考えた時に、俺本当に人のためにずっと映像を作ってきたなと思ったんですよ。まあ仕事だから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でもね、自分ができる限りですけど、7年間人のことを一生懸命考えて至らなかったかもしれないけど、やらせていただいたんで、こっからは少しね、自分のために生きてみようかなって思ったんですよね。その時に何やろうかって思ったんですよ。プロフィールにも書いてるんですけど、映画の監督もやってるので、映画を作ろうかなって思ったんですけど、少しね、自分の作品作りとかそういうのからは遠ざかりたかったんです。で、その中で考えた時に、学生時代の頃好きだった旅とかアウトドア、これは無理だ、これ初心者の山じゃない。だからね、登山は僕の心の休養と新たなチャレンジです。またロープか、いて。すごい。すっごい。あの水に飛び込みたい。天狗岳ってあるんですよ。ええ、いいですよ。あ、本当ですか。あ、海も近いからな、景色良さそうですね、すごく。石狩の、はい、ずーっと初冠別の方がずーっと、いいですね。ここより楽です。じゃあちょっと先登ります。お疲れ様です。やったー。
古典ヶ岳山頂。はい、ということでね、古典ヶ岳登ってきました。感想としてはね、多分初級者向きじゃないです。こうめちゃくちゃ坂きつい、めちゃくちゃきついです。あのスポーツとかね、普段から体を動かすような仕事やってる人とかだったらね、多分大丈夫だと思うんですけど、本当に山登り体を動かすの久々とかっていう人はね、結構しんどいかもしれないですね。でもなんとか登れてね、すごい良かったです。ということで、山頂男飯。はい、今日の男飯はね、煮込みカレーっていうものを作ってみたいなっていうふうに思ってます。まあレトルトのカレーなんですけど、レトルトのカレーとご飯、そしてね、贅沢にソーセージ、これなんと全部ですね、あの109円なんですよ。1個ローソンで1個109円のやつで、ね、かき集めてやってきて、でルーもあのちょっと多めに食べたいなと思ったんで、ルー2倍、これでね、あのもうカレー蒸しご飯っていうものをちょっと作ってみたいなと思います。どんなものができるのかちょっと楽しみにしてみましょう。めちゃくちゃうまそう。いただきます。うわ、めっちゃいい匂い。あ、すーげー。お、うまっ。やっぱでもね、やっぱりこうやって自分で熱入れてさ、こうやってなんかちょっとクッキングみたいな感じで作ると格別よ、マジで。うん、ごちそうさまでした。ということでね、皆さん、古典ヶ岳いかがだったでしょうか。あのもう本当にね、今日ね、あのヒーヒーハーハー言ってもう塞ぎ込む、もうなんかシーンばっかりも大変申し訳ないなっていう感じなんですけども、あの何遍も言いますけども、これが初心者の現実です。あの本当にね、何か運動してたりとか、普段からなんか体を動かすような仕事をしてる人だったら多分ね、来れるような気もするんですけど、でも急な坂が半端ないです。
あの急な坂戸で言うと今までで一番ですね。あのその急な坂がずっと続くんですよ、うん、途中で本当に一回降りようかなと思いました。あの無理だから、あのそれだけ苦しかった。あの一回休憩してはもう本当に10分ぐらい動けなくなって、うん、いや楽しいんですよ、楽しいんだけど、あの心臓が本当に破裂するかと思った、まあ、僕も体力不足っていうのももちろんあるんですけどもまあね、これでまあ700メートル級はクリアできたので、次800メートルなんですけども、800はねちょっと練習してかなかったらちょっときついかなと思いました。まあ、ちょっとね帰りはね坂道滑りそうなのでちょっと気をつけて帰ります。ということでね、横山ペイロでした。おます。